気に入っていただけたら嬉しいです。ではダイアリーお聞きください。それまで一人の物語だった。突然君が現れるまでは、ページめくった先で君と巡り合った。見開きで恋をした。それから二人の物語だった。突然日々が特別になった。一ページめくるたびに胸が騒がしくて、思わずしおりで閉じた。会えない時に進んでいた物語の終わりはどこへ行くの。恋をしてた、それなのに好きだと言えなかった夜があった。君と手をつないでページを駆け抜けて、読み返せばきらめいてた。君に会えた、それだけで涙が溢れてしまう夜もあった。言の葉を紡いで運命に蹴飛ばして、やっと会えた一ページが始まる。Yeah.